カービィごめんよ。なんかこれもしかしたらさ、月に行くのかな？月あるし。なんか急になんか文明的なところに着いたんだけど。すごい。こう！なんかバリバリに現代技術を活かしてる。なんかバリバリに現代技術を活かしてるところ来た。え、人類これめっちゃバリバリに生きてる。え、氷河期なのに生きてるのか人類。すごいな。こんなん人類じゃなきゃ作れなー！ベルトコンベア、強し。なんかさ、深海生物でこんなん見たことあるぞ。大口ケアだっけ？大口ホヤだっけ？なんだっけ？いたよね。もう！おぶん、もう潰されるのかと思った、このまま。びっくりした。あとこれ、久しぶりに見たよね。なんだっけ？滅びたスターじゃない。これからスターだね。これからスターで見たよね。エレベーター！エレベーター！僕知ってる！対空面もしっかりしてる模様で。模様で。あー！ねえ、餌で釣ってきてるな！何この餌とかスターで釣る。よしよしよし、なんとかなんとか。エレベーター！エレベーター！よし。ねえ。お前もダメだ。で、エレベーター、エレベーター、エレベーター。あー、フリーメイソン！久しぶり！あ、しかも久しぶりのフリーメイソンのトゲトゲ。フリーメイソンとさ、トゲトゲのコンビで来た。フリーメイソン、そうそう、トゲトゲとのコンビやめて。エレベーター。オートタレントくん久しぶり会いたくなかったよ。オートタレントくん会いたくなかった。マジで会いたくなかった。君はオートタレント本当に嫌い。あ、君ついにお疲れですか。おめでとうございます。画面外に逃げないでください。マジ今更になってボス。よかったね。僕あれなんだっけ、フライゴンレベルのグーキャラ感が出てて、なんか僕こんなん一生ボスになんないんだろうなって思ってました。おー、真っ黒クロスケね。まあ確かに吸えないからね。まあでも真っ黒クロスケとのコンビはなんかおかしい気がするけど、この真っ黒クロスケは何をやっているの？ふよふよ浮いてるだけ。画面に目をつけてるだけ。画面に目をつけてるだけの生物がいる。画面に目をつけてるだけじゃん。なんか、地味だな、このバトル。ベオン。バイバイ。あー、めっちゃん！あむ、あむ、あー！はぁ！これさ、カッターやってる時に質量軽くする。おぉ、いけた！カッターやって質量軽くする作戦、成功。何やってんの、君。うんうん。チェリンボ、モモ、ブード。チェリンボ、モモ、ブード。覚えておこう。え？何これ？何これ？チェリンボ、モモ、ブードと何か関係ある？待って待って、これチェリンボ、モモ、ブドウでしょ？何かあるのかも。チェリンボ。で、モモ。ブドウ！おお！
とは思わなかったよ。あの、ここは植物を栽培してるのかな。だから妙に飼ってる植物がマジで危険なんだけど、妙に飼ってる植物が怖いな、ここは。あの、結構死にそう。だいぶ死に、壊れたスターぶり、そのギミックにまた会うとは思わなかった。毎回ビビっちゃうんだよ。よいしょ。うん、やってるね。なんか、ちょっとタイムラグあってから倒れるの何なんだよ。よいしょ。よいしょ。あれ、水の中。あ、よかった。ガマゲロゲいるね。でも、これは下じゃなくて上を通ることです。あ、僕ね、この裏技知ってた。やられた。さかなクン、僕ね、お父さんから学んだの。泳いでくれる、痛い痛い。まあ、こういうことを学びました。あの、なんか泳いでくれるみたいなんですね。一体何に使えるかどうかは分かりませんが、泳いでくれる。うん、あのね、思った、絶対罠だと思った。お、すごい、電気と針。お、なんだろう。すごい。待って、かっこいい。クロー、かっこよすぎるでしょ。ライトセーバー、しかも2頭。あ、またあったね、またあったね。僕知ってる。ここはみゃん、ケーキだった。まあ、カービィが喜んでるし。